さあこれで総合優勝は最終日で大逆転、最高位戦チームとなりました。おめでとうございます。ずるしない麻雀駅伝2018最高位戦優勝記念と題しまして、今回は6人のベストな一曲を一つずつ発表していただこうと思います。水巻さんのベストな一曲、はい、これは一発裏ドラなしの、4回戦目なんですけど、自身の3回目最終戦ですね。で、1、2回戦打って3着ラスなんですよ、うん、内容めっちゃ良かったんですよ、うん、内容良かったの、ね、でも、ね、結果は苦しい感じのね、そうそう、あ、出たね、マイナス38.4、まあ半倍になってるから、うん、実質19しか負けてないんだけど、うん、まあ小さい方だよね、そうそうそう、ね、まあ自分的には耐えた感はある気はしてたんですけど、うん、内容的にも、うんうん、で、まあまあ大輔さんが強いんだよね、まあ、強く、そう強かったよ、ね、もう見て、もうプラス80だからねおかしい場合なんじゃないよこれもう倍になってないで80、ね、あ、ちょっと倍になってない、倍になってない、だからまあ40だチーム成績です、でも40でもすごい、いや、個人がね、80って僕、そうそうそう、すごかったんだよ ね、あ、でもつもいい、あれあれ、めっちゃいい、もういいシャンテン、あ、そうだ、うん、個人っていうか片山先生含むじゃないですか、うん、チームが86、個人が86、トゥデイ、トゥデイっていうのが、トゥデイはチーム、チーム、あ、そう、片山先生と合わせて86って、うん、あ、どっちも強かったからね、あれ、じゃああれ、まさしが含まれてるってこと、そう、そうですね、うん、あ、そう、2着、なるほど、まさしが2着、なるほどね、大輔さんの1本目っすね、そっかそっか、はい、お、大輔さんがダブトン、ダブトンポンですね、ドラマ持ってる、あ、嫌すぎる、もう、フチピンの5% ですっていう川ですけど、ね、そうなんですよ、ドラ持ってますそうなんですよ、スチピンはね、後に怖いかなとは思ってるわけなんですね、テパったよ、テパった、まあ、ダマ取ってダマ取りますよね、積もったら積もる、積もったらね、リーチすぐだったらフリテンリーチありだなと思ってたんですけど、うん、あー、空中戦、どうなってるかよくわかんないですよ、うん、そう、これで親入ったかもと思ってます、ね、絶対転売ってたら結構入ったんじゃないかなぐらいな感じで思ってたとして、はい、濃いもんね、来た、あれ、これはどうするの、なんか来たよ、これはもう一品じゃないですか、まあこれは一品だよね、サムロピンにしてもあんまりね、単品で一品が当たるかもっていうのもあれも込むんですよね、そう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 、一品はちょっと親には嫌だ、いや確かにすごいな、あのね、サムピンパーピンのパーピンサムピンのね、今度は出上がりもできる貫禄、まあ、ただドラなんでね、うん、そうそう、まあ、出るとしたら親がもしかして親ぐらいかなと、うん、出上がりはまあ期待してます、これはここですね、これです、うわ悩ましい、まあ、地層切り、まあ、津田塚切りかちょっと置いておいて、地層切りかウーピン切りじゃないですか、ウーピンは通りそうで、まあ、多分通ると危ないと思います、地層切りからチーピン勝負でためんちゃうんだよね、そうね、から切り地層、そう、なんか俺結構勇気いるよね、うん、確かになんかもうスチピンからそうだ、スチピンだいぶ嫌っすけどね、スチピンはだいぶ嫌、それを浮かしたままにしとる、まあ現状打つのもちょっと嫌で、はい、うん、あとまあチーピン短期の借り手のまま上がっちゃうとかもちょっとどうかな、まあ見逃してもいいんですけどね、はいはいはい、あの想像すぐ引きそうだから、はい、その辺も嫌で、この手は最低でもまあ 5-2 以上にはしたいなっていうのもあって貫禄ピン続行でしたね、じゃあこれチーピン引いたら一旦フリテンシャンポンに受けて想像の帯見る感じ、チーピン引いたらねどうしようかね、なんかめちゃめちゃ晴れてたよね今ね、あと難しいね、バトルにしたら難しい、ね、水橋さんの肺が跳ねるなんて興奮しちゃいました、力入ってた、力入ってた、嬉しい、いやでも気持ちいい、ワンカン、これは嬉しい、最高だよこれ、これ控室でもめちゃ盛り上がったシーンですよ、え、あれはチーソーを打つ人とチーピンを打つ人どれくらい分かれます、チーピン多分ね、ウーピンだから、そう、チーソー、ウーピン、チーピンもありっちゃありよね、ありっちゃあり、今親イーシャンテンで会ってくれあそうだったらチーピンギリになりそう、え、どうですか、みんなは、いやもう今の捨て合いだけ見ると俺もうチーピンを打ってゴッパーテンのバカバカすぎて、うん、カローピン、うーん、続行になりそうだけど、チーピン、あ、そうだね、チーピン、あ、先に想像引いたらメンタンピーペコだもんね、メンタ、うん、メンタンピーペコ、この辺は強気か弱気かで分かれる気がする、うん、なんかどっちのが強気なの、カローピン、いや、あのビンズはず払ってくのが強気だと思う、うん、いや多分一番強気な人はウーピン、ウーピンだよね、そう、一番強気な人はウーピン、そう、ウーピンが一番強気だよ、ね、一発ラドラあったら俺も多分チーピン勝負かなと思うけど、 5% ぐらい、まあ、打ってもいいし、うん、プラスやっぱ手があっての想像のリーチが強すぎるから、うん、
なんかこのルールだと、うん、もう一発裏取らなし同じになるかな、うん、なんかね、見てる時はウーピン切りだなと結構思ってたけど、うん、改めて見ると親の仕掛け込みだと、うん、貫禄ピン速攻は結構あるな、ね、確かにね、ダブトンポンだもんね、2ドルだもんね、うん、で結構ロア余ってんだもんね、そう、うん、ソズね、ね、やっぱ一緒にソズね、ゆうまさんは今のカンローピン、マンガンが一番思い出に残っている。いやほんとね、3、4と来てもうチームにすごい迷惑かけてる感があったんで、うん、もうほんと力入っちゃいましたね、なんかね、本当にそう